佐渡市では今日、待ちに待った大物のクロマグロが水揚げされました。漁業関係者が協力しながら測定を行うと161、その重さは今シーズン初の160キロ超えです。今年は水揚げ量が例年よりも少なかった佐渡市ですが、今日はクロマグロの他に100キロを超える巨大なマカジキや140匹のメジマグロも上がり、漁業関係者は明日からのマグロ漁に期待を寄せていました。今季最高のマグロと、今季最高のマカジキも、アベックで入ってくれたんで、現場的には本当に喜んでるとは思います。今後またマグロに期待したいなと思ってます。水揚げされたクロマグロは明日豊洲市場で行われる競りにかけられるということです。